せめてものカチューシャ。こんばんは、 AKB48 ハルピョンこと橋本アルナです。こんばんは。お、タワーがすぐに、くじの大吾さん、タワーありがとうございます。ありがとう、拍手。皆さん、本日はハルピョンのお誕生日、本当に本当にありがとうございます。今日は握手会もあり、本当にたくさんの方に祝っていただいて、すごく充実した一日、誕生日だったんじゃないかなと思います。風船を膨らましますね。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。本当にこう、こんなにもたくさんの人に直接祝ってもらえる機会ってこれまでなかった。そのもちろんその配信とかでおめでとうとか言っていただけたり、全然空気入らない、そんなことってある。あとはね、ツイッターとかインスタとか、その SNS のコメントでおめでとうって言っていただく機会は本当に多かったんですけど、けど直接本当に面と向かって言っていただけたのって多分私が覚えてる限り、いや本当に覚えてなかったら申し訳ないんですけど、本当に当日に直接言っていただけたのってもう初期の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 一番最初の自分の誕生日の時に、静岡県のエコパスタジアムっていうところでさせていただいたイベントで、本当にサプライズでファンの方とか、まあ、多分スタッフさんもだと思うんですけど、いろんな方がこう協力というか、まあ打ち合わせしてサプライズでお祝いしてくださったことがあって、わ、タワーが3本に増えてる、知らぬ間に。誰だろう、鉄道ナイトさん、タワーありがとうございます。そしてもう一人、サプライズレバーさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、みんなもハートもありがとうございます。そう、ちょうど10年前の初めての自分の誕生日の時に、多分それ以来、いやごめんなさい本当に、もしもね、そのあと、いやいっぱい終わったじゃんみたいな時あったら本当にごめんなさいなんですけど、なかったと思うんだが、どうだ。新品だからね、なんか空気がね、
ちこうこうかここに貼りたいな。ちょっとマスキングテープ。マサルンさんタワーありがとうございます。ありがとう。ちょっとマスキングテープの前に塗り薬を1日3、4回って言われてるんですけど、まだ今日1回しか塗ってなかったって思い出したので塗ります一番大事。でもなんか治ってきた気がするけど分からない。なんかこの間も治ってきた気がしてたけどなんかまた痛くなったからちょっと分からないんで油断はしないでおきたいです。腕細くない？見てこの二の腕の肉美味しそうでしょ最悪よしでマスキングテープで貼ります。ダメだこのマスキングテープもいけた。あすごい固がってる。めっちゃ固がってた。取れそう。そう。あ。四はこっち。そうミレニアムベイビーです。でもいっぱいこの年は人が生まれましたね。 AKB も多分この年生まれの、ちょっと現役は分かんないけど OG とかを含めたら多分一番多いんじゃないかなって思います。特に8が多かったから。そうこの年のメンバーそれ必然的に多くなるよね。ありがとうみんな。改めて誕生日ありがとうございます。本当にこんなにも
たくさんの方に直接祝っていただける誕生日があっていいのかってぐらい、こんなにたくさんの方に祝っていただけたのは本当に初めてで、直接ね、そっか、本当に初めてで、すごく私の中では忘れられない誕生日なんだなと、はい、になる誕生日になるんだなと思いました。なんかセレモニーの時は、てかもうなんか今日は一生なんかすごい、なんか最近、いや多分体調が悪いのもあるんですけど、ちょっと最近一生すごい喋ると泣きそうなのですごいセレモニーの時もマジで泣くかと思ってた、もう泣きそうな声だったと、震えてたと思うんですけど、本当に23歳はこういっぱいいっぱいいろんなことができたなって思う1年、富山でねイベントをやりたいってずっと言ってたのが叶ったりとか、あとはなんだろう、ドボンで1位になれたりとか、そう本当にいろんな、なんか泣きたいわけじゃなくて、なんかね喋ると泣きそうになっちゃう人間で、別になんか悔しいとか悲しいとかそういう思いじゃなくて、なんかねわかんないんですけどね、多分普通にはい、頑張ってる最近そう、なんかそういう、なんだろう、それこそ韓国行ってマレーシアも行ったりとか、そういろんなと、いろんな海外にも行かせていただいたりとか、やってみっちゃが続いてるのもすごい嬉しいことだし、一条寺ひかるさんタワーありがとうございます。もうなんか全部が嬉しくて、そうなんか行かない旅も結構好評で、それも嬉しいし、私の中ではすごくなんか充実だなっていう1年間だったなって思っていまして、お腹が鳴っていますね。ご飯はあります、ちゃんと大丈夫です。でもそんな、そしてアイドルとしては10周年を迎えさせていただいて、なんだろう、一緒に活動してきたメンバーがたくさん卒業しちゃったりとか、自分の新しい夢を叶えるためにこの場所を出ていくっていう決断をしたりとかしていて、すごくかっこいいなって思う反面、なんかね、いろんなことをもちろん考えた23歳でもありました。けど私自身が叶えたい夢があるように、それを私を好きでいてくれてるみんなと一緒に叶えたいなっていうのをすごく心の底から思っていて、だからこそまだこのグループはやめられないなと思っているので、別にそこの夢が叶ったらやめるってわけではないんですけど、私の中でももちろん自分の人生なのではい、自分の人生なので、もちろんそのなんだろう、
それが叶ったらやめるよみたいな感じではないっていうのは言えますが、しかしなんかせっかく叶えられるかもしれないっていう、今 AKB にいる、まず AKB に入れることが本当にすごくありがたいことで、すごく嬉しいことだから、そこのスタート位置には立てているじゃないですか。だからその場所に入れるのであれば、叶えたい夢をちゃんと叶えてからやめたいなって、いや別にやめたいわけじゃないんですけど、そうちゃんと叶えたいなって思っているので、しっかりこの夢を叶えたいなって。でそれはもちろん今のその瞬間の自分を応援してくれてるファンの皆さんと一緒に叶えたいと思っているので、その時に全力でハルピョンのことを応援していてくれたら嬉しいなと思います。それが別に早かったとしてもすぐにやめるわけじゃないし、そう、それがじゃあ次のシングルで叶ったとしても次のシングルが終わった後にやめるわけではないので、そこは本当に安心して全力で橋本春のね、その夢に向かって応援してほしいっていう、やっぱりさ不安ではあるじゃんこんだけこうね選抜に入りたいっていう気持ちを全力で前に出してると、10年も経つと選抜に入ったらやめちゃうのかなって多分思う人もいると思うんですけど、そう選抜に入ったからって言ってやめるわけではないですけど、やっぱり AKB にいるからには卒業するまでに選抜に入りたいっていう気持ちがやっぱり一個大きく目標というか夢というか大きな、なんだろう、目指すところがあることが大事なのかなって思うので、自分の中で自分が決めた道をしっかりと歩んでいけるように頑張ります。もう24だからねすごい、なんか橋本春奈不在の生誕してますみたいな、めっちゃコメントくる、ありがとう不在の中生誕してくれて。でもちょっと調子乗って食べ過ぎそうだから行くのやめとくわ調子乗って食べ過ぎそうだから行くのやめとくわ。ケーキありがとう、てつやさん、ポロポックルさん、ケーキありがとう。ちょっとね、やっぱまだ万全ではない。なんで私はこんなに体調が悪いの。あ、ごめんなさい、はい、なのでちょっと30日までね、まだまだ忙しく、ありがたいことに今日を含めたら握手会波動公演っていう忙しくさせていただけるので、その分しっかりと休めるときに休んでっていう感じかな。ねえ。
当日お祝いできてありがとう。嬉しい、ありがとう。当日お祝いしに来てくださった皆さん本当にありがとうございます。明日も一応握手会はあるんですけど、明日は全部おしましが使えるので、あ、ハルピョン今日誕生日だったんだね、当日をお祝いできなかったっていう気持ちが少しでもある皆さん、ぜひ明日おしましで待ってます。はい、っていうか分かったんです、私今日思ったことがあって、みんなが全力でこの日売り切れ出すぞって思ったらできるじゃん思ったの。ってことはそういう気持ちを毎日毎日というか毎握手会ごとに持ってくれてれば全完売できるんだと思ってはいそうだって、そう、私がなんで私がいつもあんなに暇なんだろうってオスって思う気持ちがあったみんなって思ったんですけど、まあそう、あのね、でもちゃんと仕事も休んで来てくれてる、そういうことですよね、ありがとうでも気づいちゃったうん、そう、だから明日はどれくらいなんか人が減るんだろうって思うとすごく不安です。明日の握手会すごく不安です。でもそれでも別に誕生日じゃなくても来てくれるファンの皆さんを大切にしたいなって思うし、もちろん今日休んだ、今日仕事休んだ分明日仕事の人もいると思うので、ありがとう。風と海とさん、タワーありがとうございます。マックビックさん、ケーキありがとうございます。タワー、なんかお腹空いてるのか空いてないのかよくわかんないんですよね、本当にむずいジュウさん、タワーありがとうございます。待って、マサルンさん、ジュウさん、カセットミトさん、鉄田ネイトさん、一条寺ヒカルさん、7本でしょ、サプライズレバーさん、九時の大悟さん、7本スミちゃん、ラブレター、アイレター、ありがとう。飲み物がちょっと遠く、スーツさんとのコラボから来ました、こんばんは、こんばんはありがとうございます、行かない旅見てくださってありがとうございます、嬉しい哲也さん、ケーキありがとう。そうですね、スーツさんとのね、行かない旅もめちゃめちゃ好評で、本当にファンの皆さんはもちろんなんですけど、スーツさんのファンの方がすごく YouTube のコメント欄でめちゃめちゃ褒めてくださってて、そう、嬉しくて、なんか人から知らない人からというか、ていうか私本当に YouTube ってめっちゃ怖いところだって思ってたからそう、なんか切り抜かれたらすぐ叩かれるしと思ってたからあの
すごい怖いところだって思ってたので、怖い世界だなって思ってたから、なんかこんなに褒めてもらえるコメント欄があるんだって思って、そうすごく嬉しくて、みんながそうやって優しいコメントをかけてくれているのがなんか嬉しいなって。そうあのコメント欄はすごいなんか結構高頻度で見ますそうなんか嬉しい気持ちになるから結構な頻度で見させていただいてます。元気になるなんか、うん、頑張ろうっていう気持ちになれる。本当代役だったけど出てよかったなって思います。遠いところって言ってもすぐここにあるのよ飲み物。うん、一生うちグリーンだから飲んでる女だよね。大事、ミネラル取るの大事。銀次さんケーキありがとうございます。本当に自分がこんなに24歳をお祝いしていただけるなんて思ってなかったです。今年はそうですね、どんな一年にしたいかな。わかんないなんだろう、どんな一年にしたいんだろうな。コロポックルさんケーキありがとう。そうだなそうだな。でもずっと言ってるのは本当に謎解きのお仕事だったりとか、クイズ番組だったりとか、あとは野球のお仕事は本当にずっとずっとずっとなんか好きを仕事にしたいなっていうのは思ってて、まあ、好きなことを仕事にできる人なんてこの世の中に限られてる、本当に限られてると思うんですけど、なんかそういう人間になりたいなって思ってて、今のアイドルっていう仕事は本当に大好きで本当に楽しくて、今好きを仕事にできてるなっていうのを思ってて、だからこそアイドルだからこそこういろんなことができると思うんですよ。それこそ舞台やってるアイドルがいたり、ドラマやってるアイドルがいたりとか、じゃあね、なんかアイドルって本当に何でもやれるじゃん。そう、それがすごく
なんか楽しい仕事だなって、仕事っていうか楽しいなって、楽しい職業だなっていうのをすごく思っていて、でももちろん本業は歌って踊ってステージに立つことなので、その劇場だったりとかコンサートだったりとか、そういう歌って踊ってステージに立つっていうことは、これからその他のお仕事がどんどんね、どれだけ入ってきて忙しくなったとしても絶対に続けていきたいなって、本当に一番大切にしたいなって思うのはそこなんですけど、でも私が今すごく好きなことが謎解き、クイズ、野球、そういうことなので、そういう好きをお仕事にできるように頑張りたいなっていう気持ちです。で、他にはまあこれはそのやりたいこととは多分違うかもしれないんですけど、私多分ここ最近ずっと言わせていただいてるのは、そのアイドルっていうのは最初ただただ AKB が好きだから AKB になりたくて、こう応募したら受かっちゃったみたいなそう、そんな感じ、本当に正直そんな感じなんですよ。本当にずっとすごく大好きで AKB が、でだから応募、そのなんかね、応募でも受かるなんて思ってなくて、私もなんか受かってたよみたいな感じなんですけど、なんかそんな、なんだろう、好きで始めたこのアイドルっていうお仕事、アイドルっていう活動の中で、なんで10年も続けてるんだろうってそう本当に思う瞬間って結構、まあね、その一個の仕事を10年続けるって、まあ、それは考えるじゃないですか。なんでそんなに自分ってこの仕事続けてるんだろうって、多分皆さんも今のお仕事だったりとか、なんかこれ頑張ってることをなんでこんな頑張れてるんだろうって考えることだったり、考えたことだったり、これから先考えることだったりきっとあると思うんですけど、私がそれを考えて至った結論が、なんかみんなが笑顔になってくれるから、その笑顔がすごくすごい好きなんだなと思って、それが本当に目の前でわかるじゃないですか、アイドルの仕事って。正直とか握手会で、本当に今日もなんだけど、みんながハルピョンがいてくれたからってすごく伝えてくれたりとか、なんか人からこんなにね、あなたがいてくれたから自分はここに今いるんだよって言ってもらえる仕事なんてそうそうないじゃない逆にこれがそうそう、そんなにいっぱいあったらびっくりよ、うん、そう、そんなないと思うんですよ、こういうお仕事って。なんかそれがすごく私の中では一番しっくりきて、こんな10年間も続けてる理由何なんだろうって考えた時に、なんかあ、これだなと思って、私がなんだろう、どんだけしょぼーんってなったとしても、みんながいるから自分も頑張んなきゃって、そのなんだろう、それが義務の頑張んなきゃっていうか、そういうのじゃなくて、あ、みんながいるから頑張ろうって思える、その相乗効果的な切磋琢磨的な相乗効果、そういうなんて言うんだろう、嬉しい存在でも、そんな人って世の中に、じゃあ普通に生きてて一人二人できるかって、そういうぐらいの確率というか、普通に生きてたらそうじゃないですか。
私だって普通にじゃあファンの人以外でそういう人がいるかって言われたらいないですもん。そう、この人がいるからもうちょっと頑張ってみようって思える人、うん、そういう人がいっぱいいてくれるのがすごく私は嬉しくて、それをこれからもなんか目の前で見てたというか、ファンの皆さんが、私がじゃあ一個レスを送ったらファンの人が笑顔になってくれて、それを目の前で見れる幸せってあるのかって、本当にいつもありがたいなって思わせていただいているので、これから先、これまでも10年間いろんなことがあったけど、きっとこれから先もいろんなことがあると思うし、あと何年この場所にいるか、それは私も分からなくはないけど、うん、でも自分がここにいる理由はみんながいてくれるからなので、みんながここにいる理由が私がいるからっていう風になれるように頑張りたいです。もうちょっと頑張ってみようかなと思ってます。中月さん、タワーありがとうございます。ありがとう。すごい、私さ、この体調不良になって一口も今炭酸飲んでない。ずっとポカリとグリーンだからと水で過ごしてる。すごくない？あの私が。いや本当はね、リアルゴールドがあるのよ。乾杯したいよみんなと。でもなんかもうお腹もなんかね、負担かけたくないうんって思ったら、体に負担かけたくないっていう気持ちで今生きてます。それはなんでかって言ったら、こっから先そのみんながいてくれる仕事が続くから。こっから先レッスン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 だけだったらもう自分で頑張れって感じじゃない？でもこっから先、明日もみんながわざわざ私のためにこう時間作って26日開けてくれる人がいて、で波動もわざわざ私のために開けてくれる人がいて、で公演もわざわざ私のために開けてくれる人がいて、でまあ正直29、30はまあ私のためではないと思うんですけど、仰天とめぐちゃんのためだとは思うんだけど、でもそんななんか素敵なね、二人のそうやってぎょうちゃんが選んでくれたりめぐちゃんが選んでくれた二人のさ卒業をさ、なんか穴開けの状態でさ、なんか未完成の状態で見送りたくないじゃない。だからお腹鳴ってる。もうちょっと頑張るね、うん、もうちょっと頑張る。無理しないでねってみんなは言ってくれるけど、
今はちょっと無理するわ。でも本当にさっきも言ったけど、みんなにこう今日直接祝ってもらえてすごく嬉しいなっていう気持ちでいっぱいです。私自身が今の AKB にいて必要としてくれてるファンのみんなはいるけど、今のじゃあ AKB から必要とされてるのかっていうのは本当にわからない。でもファンのみんなは必要としてくれてるっていうのがすごい、毎日の SNS のコメントだったりとか配信のコメントだったりとかお手紙、劇場に届くお手紙だったりとかですごくすごく伝わってくるので、それだけは紛れもない事実として受け取りたいなって、うん、思ってます。ありがとう、誕生日おめでとうっていっぱい言ってくれてありがとう。みんな嬉しい。27、あいや、めぐちゃんの卒業公演の曲全然覚えれてないなって。やばいって思ってます。でも頑張る。めぐちゃんがせっかく選んでくれたから、ハルピョンと一緒に最後公演出たいって思ってくれたっていうのがすごく嬉しいので、それをパフォーマンスで選んでくれてありがとうございますっていうのを全力で伝えられるように。
つやさんケーキありがとうございます。ありがとうございます。全然喉痛くないんですけど、なんか声がおじさんが進んでます。今すいません、おじが進んでる。24か。24か。そっかそっか。いやーねー、本当にびっくり。でも今日なんかすごい景色がいいところを歩いたんですけど、なんかいいなーって思いました。うん、しみじみこしてきた今日ちょっと。そうね、なんか綺麗だなって思いながら歩いてた。うん、今日めっちゃ行きたかった ZOZO マリン。あ、全然歩いてる時は泣いてないですよ。そんな、てか今日一日全く泣いてないです。なんか海見るといいよってよく言うじゃない。なんか本当に広いところを見るとなんか心がすごいなんか壮大な気持ちになるのでおすすめです。イオンモールのフードコートにも今宮さん、え、どういうこと。ああれかな、ファンの人かな、後ろに名前、あ、びっくりびっくり、やめてよ。イオンモールのフードコートに今宮さんいたんかと思って、マジビビったよ今。やめてってやめてって。ビビるビビるってなる。そんな試合の前にイオンモールのフードコートでご飯食べないでください。なんかね、ご飯はね食べたいんだけどね、食べたい気持ちじゃなくてね、でも食べるなら温めようって感じなんだけどね、でも別に食べたいってわけではないんだよねっていう感じ今。でもまあ食べた方がいいっていうのも分かってるんだよねっていうのも分かってるっていう感じ。いやでももうこれ多分温めれないな。
いや、あのね、持って帰ってくるときにマジうち下手すぎて持って帰ってくるの。お弁当にしてもらったんですけど、あ、痛てて腕ちょっと痛かった。みたいなのが、そう、すごいこぼれてて、カレー、ハヤシ、そう、全部じゃないよ、ちょっとだけこぼれて、今、ちょっと食べよう。うん、お腹は別にそんなペコペコじゃないけど、食べた方がいいのは分かっている。牛、豚キノコの甘辛みたいなやつ。うん、牛ハヤシ、牛すじハヤシ、めっちゃ美味しそう。うん、美味しい。美味しいけど、体は受け付けてない。ケーキめっちゃ美味しいだって。ねえ、なんで？ハピョンがいないのにケーキ食べてんの？春巻き。今日その私がいない生誕祭に参加したピョンズは、明日絶対に全食レポを私に伝えること、よろしく。参加できなかった人は今日食べた夜ご飯を私に伝えること、よろしく。どっちにしろ伝えなきゃいけない。食レポだから、食べたもの言うだけじゃないよ。ちゃんとレポしてね、みんな。うん、外国の水が合わなかったってわけじゃないと思う。別に外国の水飲んでない。基本的には私日本から持ってたペットボトルの水飲んでた。多分普通に一泊四日っていう弾丸スケジュールだったり、気候が違ったりとかしてたし、うん、自分が
やりたいっていうことをいろいろやってたりとかしたので、ここ5月謎解き行ったりとか、こう災害支援ボランティア行ったりとか、 お休みの日も自分がやりたいと思った場所に行ってたりとかしたので、ちょっと多分バタバタしすぎた、うん、でもその分充実はすごくしてて、すごくいい1ヶ月というか、なんか生きてんなって感じた1ヶ月になったなっていうのはすごい思ってて、だからこそ多分ちょっと疲れがちょっとどっと出てきたんじゃないかなって思います。うん、うわ大好きマッシュルーム、マッシュルーム私大好きなの、入ってる嬉しい、酒が足りないもうお酒も全然飲んでない、飲みたいってならない、セリちゃんマヤネちゃんも帰国して体調崩してた、まあ一緒だろうね普通に考えて、一泊四日の弾丸スケジュールと気候変動といろいろと、やっぱ日本ではないからさ、7時間かけて飛行機乗って行って、もうそのままの足でメイクして、自分でメイクしていろんなね撮影だったりお仕事して、でそっからそのまま ララポートでイベントしてっていう、ほんと弾丸みたいな感じだから、結構それがすごい体に負荷がかかったんだと思う。うん、でもすごいマレーシアの旅自体はすごく楽しくて、すごく最高で、美味しいものもいっぱい食べれたし、なんかあれが大変だったなとかではない、そうただただマジでただその弾丸っていうのだけかな大変だったのは全然なんか、うん、マッサージとかもさせていただいたりとかして、すごい楽しいマレーシアでした。ファンのマレーシアのファンの方もすごくあったかくて、現地のファンの方じゃない方とかもすごいあったかくて、すごい全力でなんかハート作ってくれてたりとかして、すごく楽しかったです。うん、だからすごい楽しかった、楽しかった、多分疲れちゃったんだと思う、すごくちょっと、うん、
マレーシアで仲良くなった子と今度連番します。すげえ、日本の人マレーシアの子、あれ待ってるか、待ってます。誰だろう、マレーシアの子、すごい、来てくれるの日本に。嬉しい。ね、マレーシア行って、てか普通に仕事で海外に行かせていただけるのって本当にすごい。今日は初めて生誕ティー来て握手参加したけど一体感あっていい。マジでなんかグループなんていうの、なんかすごい真っ暗だったよねでもこのね T シャツのデザインがピンクだったからめっちゃ可愛くて、そう一体感はめっちゃあったと思う。うん、みんながちゃんと合わせようって思って合わせてくれたからありがとう、嬉しかった。なんかあこの人も T シャツ買ってくれるんだみたいな人とか、なんか全然なそのあんまりなんて言うんだろう、握手会とかも参加しないけど買いましたみたいな、嬉しいと思って、今日のために買いました、お揃いにしたくてみたいな、すごい嬉しかった、ありがとう。お弁当食べてます、ちびちび、すっごいちびちび、いつもあんな豪快に食べんのに。見て、蓋だけ見たらすごいわかると思う、こんなにこぼしてきたの、うちこの側面見たらそうだからこれ温めれないの、もうレジ袋から出せない、うん、悔しいよ、こんなに持って帰るのが下手なんだって思った。好きなものに夢中になれるって羨ましい、本当に。私はこの仕事以外で好きなものがなかなかやっぱり分かんなくて、脱出ゲームとか野球もすごく好きなんだけど、なんか脱出ゲームってやっぱ一人で参加するのって怖いじゃん、一人でできるものじゃないじゃない。でまあ野球も結構ねお値段張るじゃない、行くのも。でましてや私が応援してる球団なんて福岡が本拠地だから、
そう、なかなか応援できる機会というか直接そういう機会がなくて、5月25日幕張メッセ近い、来たー、はい、デイゲームーみたいな感じでした。すごくすごく悔しい気持ち。なんかね、まあでも頑張るよ。その好きなことだったり好きなものだったりを見つける一年にしたい。自分のことをもっと肯定して、自分自身をみんなが好きになってくれる橋本春奈っていう人間を私も好きになれる一年にしたいなって思いました。頑張ります。8時ありがとう、誕生日。のびのび1時間配信してます、今。誕生日おめでとう、ありがとう。
何喋ろう。何喋ろう。ねえ、ばあちゃん、もう解散した？セーター祭。話題振った方がいい。なんか話題ください。スープは温めよう。さすがに。行かない旅ね、また出れたらね、いいですよね。本当にあんだけね、嬉しいコメントがいっぱいだったので。140と130どっちが好き？どっちでもいいな。一番最初におたおめのメッセージは、まあいつもあれです。友達、小学校の頃からの友達がいつもぴったりにくれます。ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう。生まれた瞬間の時間のファンの方は、あの結構前々から応援してくださってる、ずっと本当に長く長く応援してくださってる方だったので、ちょっとごめんって言ってスクショさせてもらいました。そうだから、ちゃんと11時8分のスクショは撮れました。あ、待って、ごめんって言って、そう
長く長く本当にハルピョンを応援してくださってる方で、変わらず今年も好きでいてくれました。ありがとう。なんかやっぱ嬉しかったです。本当にハルピョンを心の底から好きでいてくれる、大切にしてくれてる人をこれからも私も好きでいたいなって思うので、改めてハルピョンに乾杯したよ。お開きです。おいおいおい、させろよ勝手に開かれてたわ。会、健全な会、8時に終わる会、どんな健全な会やねん。本当に明日もあるからね、みんな。明日も一部からだもんね、みんな待ってるよ。みんな一部から待ってるよたくなってきちゃったあれれれれ、ちょっとでもあれ回すわ、配給、この配信してる時間に配給回す。配給が終わる頃に配信も終わってお風呂入ろう。今までの誕生日で思い出は何かあり、でも本当に今日はすごい素敵な誕生日になったなって思います。私の中でみんなが直接祝ってくれるのってなかなか、やっぱ文章だけ、文章もねそりゃ嬉しいんだけど、文章以上にやっぱり直接こうおめでとうって言われるのってなかなかないことだし、それがすごい嬉しいなって思った。ね、自分へのプレゼントね、そうだな、なんかあるかなっては分からない、考え中。本当に物欲がなくって、その瞬間は思うんだよ、あ、あれ欲しいなとかこれ欲しいなとか、その瞬間瞬間は思うんだけどね、なんかね、いざ買うかってなった時にあれ何欲しいんだっけみたいになるんだよね。でもメイクブラシが今欲しいので9点の目代わりが来たら買おうかなとは思ってます目代わりセット、メイクブラシセット
それかな。なんだろう、なんか欲しいもんあるかな。休みが欲しいですね、今は一番。心の底から今は一番休みが欲しいです。でもお仕事があるっていうのはすごく嬉しいことなので、すごいありがたいし、その分ファンの皆さんに会えるからそれはすごく嬉しいし、波動だって大好き、握手会だって大好きだし、波動だって大好きだし、公演だって全部、もう本当に全部大好きなことなので、とっても大好きでいっぱいなので、5月は大好きでいっぱいで終われるように楽しみます。こんばんは。眠たく、ダメダメ、このこれが配給がもうちょっと早くから配給始めてればよかった。なんかこの間さ、友達のベビーさんと会ったんですけど、なんか今その子の気分、本当に一口こんだけ。その子はまだ離乳食なので全然こんなご飯じゃないんだけど、なんか一口めっちゃちっちゃみたいな、状態よね。今日はケータリングは行かなかったです。休憩の時間はちょっと寝てました。やっぱり自分の体をいたわって。多分明日も行かないかな。アップルサイダーだけ飲みたいなって思ってる。でも炭酸だからなっていうのはすごい怖いけど、アップルサイダーだけ飲みたいなって思ってます。チュロスは多分食べないかな。また今度食べれると信じて、ちょっとそんな元気があったとしても病み上がりなので。徐々に徐々にいっぱい食べれるようになるように
自分の赤ちゃん欲しくなったりしま、うん、私は別にずっとそうなので、そこに関してはなんかその子に、そのベビタンに会ったから欲しくなりましたとかじゃない。ずっと私は自分の子というか普通に子供が好きなので、赤ちゃん可愛いなってずっと思ってます。ずっとお腹鳴ってる、食べながら消化してるわでも今はそんな将来のこと、本当にもっともっと将来のこととかは考えてない、あんま。このチームで、このグループの中でどう頑張れるかってことを今は一番大きい目標に頑張りたいなって思ってます。やっぱり自分自身がやるって決めたことだから、やり抜いて終わりたい。やめるときは、ああなんかやっててよかったなって、この十何年間アイドルになってよかったなって思ってやめたい。うん、卒業するときに10年間何してたんだろうって思って辞めるんじゃなくて、なんかいい10何年だったなって思って辞めます。なんかね、誕生日なのにね、寂しいんだよね一人なのって、すごい。だからいっぱい配信しちゃう。うん、やっぱね、握手会あるっていうのもあったから、予定も全く入れてないし、うん、寂しくってね。目乾いてる。でも今日その合間の時間、1時間ぐらい、1時間も寝てないか、45分ぐらいちょっと寝たので、うん、満足すっきり。
肘。なんか。ちなみに今日の言い出しは痛みはね割と減ってきたよ。腕に関しては本当に 2,3 日で治る最強クリーム。でもまだやっぱ怖いから大事にしてます。今日は日頃の疲れをしっかり取ると良いでしょう。温泉やスパに行ったり軽く体を動かしてみて、昼寝の時間も作っておきましょう。予定を詰め込みすぎるとヘトヘトになります。だって。だってもう予定入ってたもんね。そんなこと言われてももう予定は入ってたんだもん。確かに今日はお湯に浸かろうかな。一日頑張ったし。うん。ちょっとありかも。湯船に浸かろうかな。温泉やスパまでは行けないけど、あり。今配球はちなみに16分の10試合してる。まだまだ。バブ10個ぐらい投げたい。やめてー。体がシュワシュワになっちゃう。赤ちゃんになっちゃう。ハブバブ投げられすぎて逆に本当にバブになっちゃう。やめてどうする。今日湯船使って明日めっちゃ元気になってたら、いや湯船だったんかーいってなるよね。うん、多分変わんないと思うけど何も。今日と でもそのもらったお薬、お医者さんでもらったお薬を飲むためにも今ご飯を頑張って食べているので、しっかり元気になれるように頑張ります。
年のこの時期も風邪ひいてた？ちょっと調べるわ、待ってて。調べるには配給が終わらないと調べれない携帯がね。そう、なんかでもそんな記憶あるな。疲れたよねって言ってた記憶ある。あと2試合、16分の今14。ドラマ楽しみ、あ、そう、ドラマの役名がなんか急に今日発表されました。遠藤智子ちゃんです、はじめまして。すごい、最初聞いた時はまあ初めて名前に子がつくなって思って、そう、でも今の朝ドラの私が大好きな伊藤沙莉さんの役がとも子ちゃんなので、なんかそれだけを聞くとすごい主役級みたいな気持ちは主役級みたいな。そう、だから全然マジで映んないと思うんですけど、今日ファンの人に言ってたの、私全然映んないと思うけど一番可愛い子探したらそれがハルピョンだからそう、一番可愛い子探してねお、試合終わった、よし、ちょっと待って、去年の私の体調不良、体調はね程よく悪くなってるね。
5月中旬5月中旬でも3日ぐらいで治ってる。そう、おかしい。おかしい。おかしいはおもろい。おかしいはおもろい。むしろ。去年の5月はどんな感じの忙しさだったんだろう。あ、B8 公演、まあ8の多分あれが活動が一旦一区切りして、そっからちょっとねお話し会はお渡し会お話し会とかがあって、それがちょっと一旦一区切りして体調不良みたいな感じだと思います。でも3日間ぐらいの体調不良ならね元気なんです。元気じゃないけど、そう、ちょっとこんなに私もびっくりよ、こんなに長続きするのは。まあ、でも言うてまだ3日ぐらいか。マレーシアから帰ってきてからだから5日ぐらい。そんなもん。ちょっと今は多分そのいつもはお休みの時に来るんですよ、体調不良がドーンって。でも今回は忙しい時に体調不良がドーンって来てるから、多分そのいつもだったら休みだからしっかり休めるから多分それがあんま長く続かないんだけど、今回はそうバタバタしてるからっていうのもあってちょっと続いてるね、長引いてるね。でもまあ大丈夫です。今日みんなと会ってちょっと元気出たし、明日もみんなと会えるし、明日の服はもう決まってるから今日はもう何も考えずに寝るだけでいいし、なのでいっぱい寝ます。湯船にお風呂入ってでも早く寝ると寂しいからせっかくの誕生日だから寂しいから、わすごい、もう124もコメントくださってる、ありがとう。
波動のコーチが、ビリーブのコーチがコメントくれてる。嬉しい。誕生日おめでとう、ありがとう。いいな、なんかみんなが なんかみんなのツイート見てると楽しそう。ねえ、一人ぼっちにしないで、ハルピョン。ハルピョンを一人ぼっちにしないで、寂しいじゃん。ちょっと波動のコーチにありがとうございます。ビリーブ、波動のコーチにだけちょっとちゃんとお礼の。なんかみんな楽しそう。嬉しい、みんな誕生日おめでとうってコメントしてくれてる。ありがとう。ここで言う。9時になったら終わるね、配信で。湯船浸かる。
がとう。ツイッターも風船飛んでて嬉しい。寂しい、みんなが楽しそうで。下元春奈生誕祭って調べたらみんな楽しそう。なんかカツヤ行ったりビール飲んだりポテト食べたり。置いていかないで。いいもん、牛すじ林食べてるから。寂しく。何分から始めたんだろう。7時ぐらいから始めたよね。52分。あ、逆にちょうど22時間逆にちょうど2時間で終わろうかな。あと4分でちょうど2時間。じゃあ50分になったらランキングを読もう。湯船に浸かるぞっていう回、今日は。うん、22時間やばいよね。22時間配信今日めっちゃアイライン長いんだけど、もうなんか私も多分なんか麻痺ってたよね、メイクしてる時。もうなんかもうな、早くみたいな気持ちになってて、なんかめっちゃアイライン長い人になってる。もういっか、うん、私は誰に何を言われようとも、ゆきりんさんが残してくれたハルピョンはハルピョンらしく、そのまま頑張ってねっていう言葉を信じて、これからも自分らしく頑張り続けたいなって思っているので、そんな私のことを好きでいてくれる、そんなね変わらない私をずっと好きでいてくださったり、最近好きになってくれたりとか、そういうファンの皆さんをこれからも私自身どんなことがあっても大好きで居続けたいので、みんなも、みんなが私を好きなように私もみんなを大好きだよっていう気持ちはこれからも24歳もっと伝えられるように頑張りたいなと思います、
つかは結婚して幸せになってほしい、ありがとう。でもまあ結婚だけが幸せなゴールではないっていうのは知ってるから、知らないけど結婚したことない人だから結婚が幸せかもわからない、それはちょっとわからないけど、でもこれから先それが異性であろうが同性であろうがわからないけれども、自分のことを大切に思ってくれる、これから自分のことを大切に思ってくれる人たちと、自分のことをこれから大、もう一回行くね異性であろうが同性であろうが、そのこれから先の人生、自分のことを大切に思ってくれる人たちのことを私は大切にしたいなって思っているので、これからもよろしくお願いします。ということで、そんな感じですかね。湯船、お風呂、入ります。ランキング読む。よし、1位、長月は、素敵な時間をありがとう、交通費頑張る、一緒に頑張ろうね。私もあの会いに行けるように、もともとは会いに行くアイドルなので、私たちチームメイトって、私も会いに行けるように、もっと有名というか選抜に入ったりとかして、ファンミとか選ばれるようになって会いに行けるように頑張ります。タワーもありがとうございました。2位13、ありがとうございます。タワーもありがとう。3位マサルアット、誕生日おめでとう、ありがとう。あ、今日来てくれてた、ありがとう。タワーもありがとね。4位、鉄道のエイトアット、ピョンズさん、タワーもありがとうございます。5位、一乗寺ヒカルアット、似顔絵修行します。はい、ぜひ田辺先生に習ってくださいタワーもありがとうございました。6位、サプライズレバーアットピョンドさん、タワーありがとうございます。7位、くじのダイゴさん、タワーありがとうございます。8位、風と海とさん、ありがとう、タワーもありがとう。9位、コロポックルさん、ありがとうございます。10位、てつやとハルピョン、24歳もいや、ずっとずっと大好き、ありがとう、嬉しい。11位、ケンさん、ありがとうございます。12位マックミックさん、ありがとうございます。13位、ネバーストップアット、お話し会お疲れ、私なりに愛は伝えたつもり、ちょっと足りてないかもしれないのでまだまだ待ってますということで皆さんありがとうございました。本当に本当に当日にこうやってたくさんの人に直接こんなにもうおめでとうって言ってもらえる、こんな素敵な幸せな一日があるんだなって。待って、二次会行ってんだけどねえ、どう思う？
いや嘘嘘です、はい、ありがとう。ちゃんと一部から起きてねみんな明日。ねえ、ちゃんと一部から起きてね。まあいいですよ、はい、あの本当にいいコメントしてたのに忘れてた、忘れた、なんだっけ、もうとりあえずあの明日はまあいいです、もう遅刻したとしてもあの1部2部4部5部あの押し増し使えるんで、もうどっかに来てください、待ってます。そういうことでありがとうございました、本当にファンの皆さんに支えられてアイドルを10年間やってきて気づいたら24歳、これからもまだまだ自分の叶えたい夢があるし、多分私が叶えたい夢がみんなの夢にもなっていると信じているので、これからもその夢に向かって一緒に突き進んで行っていただけると嬉しいなと思いますし、その夢を一緒に叶えられるように一緒に頑張ってもらえたら嬉しいなと、同じこと言ってる思います。私自身もちろんその夢に向かうためにこれからも劇場だったりとか握手会だったりとかいろいろなお仕事を一つ一つ丁寧に丁寧に頑張りたいと思います。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットチャンプで17,075盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身アピアこと橋本アナ24歳でした。あ、そうだ、お花見せるの忘れてた、こんな素敵なお花見、あ、痛い、いただきました、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう。あ、ちょっと札はねさっきね取っちゃった、もうそう、これ飾ろうと思って札さっき取っちゃった、ちゃんとありますよ札も、ということでありがとうございましたね。なんでこれ真ん中3つ青いのかはちょっとまた今度聞かせてください。それではありがとうございました。おやすみなさい、みんなも今日は一日ありがとう、長かったと思うからまたゆっくり寝てね、おやすみなさい、24歳ありがとう、またね、バイバーイ。